ラマーディミアトリス・ジャクソン・ジュニアは、アメリカ合衆国フロリダ州、ポンパノビーチ出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のボルチモア・レイブンズに所属している。ポジションは、クォーターバック。ルイビル大学で先発 QB を務め、2016年には、ハイズマン賞を受賞した。そして、2018年に、ドラフト一巡指名でレイブンズに入団。 2018年シーズン途中から q b 上フラッコに変わって先発に昇格した。2015年にルイビル大学に入学したジャクソンはカージナルスの選手として1年目から12試合に出場し8試合に先発した。その年はパス247回中135回成功、1840ヤード 12td8int を投げ、 ランでも960ヤード、11ラッシング TD を記録した。2015年のミュージックシティボールでは227パス獲得ヤード 2TD、226ラン獲得ヤード2ラッシング TD の記録を残し、その試合の MVP に選ばれた。2年目にもジャクソンはさらに活躍し、ランキング2位のフロリダ州立大学戦でパス20回中13回成功。 216ヤード、1td、1int、ランで146ヤード、4ラッシング td の大活躍を見せ、ハイズマン賞の最有力候補に躍り出た。その試合の結果、カージナルスも2006年以来で最も高い、全米ランキング3位に浮上した。2016年12月10日、ジャクソンは2016年のハイズマン賞を受賞した。その年のファイナリストには、デショーン。 ワトソン、DD ・ウェストブルック、ジャブリル・ペッパーズ、ベーカー・メイフィールドなどがいた。ルイビル大学の選手がハイズ・マン賞に選ばれたのは初。そして19歳337日での受賞は、史上最年少であった。3年目も大学に残り、ジャクソンは13試合に出場、パス成功率59.1%、3660ヤード、27td。 10INT の成績を残した。その年も、ハイズマン賞のファイナリストに残ったが、ベーカー・メイフィールドが選出された。2020年のジャクソン2018年1月5日、ジャクソンは2018年 NFL ドラフトにエントリーすることを発表した。一部のスカウトなどはジャクソンが NFL で QB をプレーできるか疑問視し、その身体能力を活かして、 他のポジションに転向することを勧めた。しかしジャクソンは QB をプレイすることにこだわり、パス能力に注目が集まるようにするため、NFL コンバインでは40ヤード走を走らなかった。2018年ドラフトでは、ボルチモア・レイブンズから一順全体32位で指名された。レイブンズはジャクソンを指名するために、フィラデルフィア・イーグルスとの間で、ドラフト指名権をトレードした。 ジャクソンはその年のドラフトで指名された5番目の QB となった。2018年6月5日、レイブンズとの間で4年947万ドルのルーキー契約を結んだ。2018年第一週のバッファロービルズ戦で大きくリードした後半にフラッコのリリーフとしてプロ初出場を果たした。その試合は24パス獲得ヤード、39ラン獲得ヤードを記録した。 第7週のニューオーリンズ・セインツ戦では、初 TD を記録したものの、チームは23から24で敗れた。2018年11月18日、第11週のシンシナティ・ベンガルズ戦で、前の試合で負傷して、戦線を離脱したフラッコに代わって、先発出場を果たした。その試合は、パス19回中13回成功、150ヤード、1INT、 ラン117ヤードの記録を残し、チームを24から21で勝利に導いた。ドラフト一巡 q b 対決となった第17週のクリーブランドブラウンズ戦では、メイフィールド率いるブラウンズ相手にパス179ヤード、ラン95ヤードにラッシング TD を記録し、26から24で勝利、AFC 北区優勝を果たした。 2018年は先発した7試合で1201パスヤード、6パス TD、3INT。ランでは695ヤード、5ラッシング TD の記録を残した。成績は6勝1敗であった。レイブンズはワイルドカードプレイオフでロサンゼルスチャージャーズと対決したが17から23で敗れた。ジャクソンはプレイオフ先発 QB としては 史上最年少であった。シーズン終了後、レイブンズはフラッコをデンバーブロンコスへとトレードし、ジャクソンはフランチャイズ QB となった。2019年シーズンを通して活躍し、チームに NFL1 位の成績をもたらした。最終ゲームはプレイしなかったが、36タッチダウンパス、QB レーティング81.10とすべての QB を凌駕し、ラッシングでも 平均6.9ヤードで全てのランニングバックを量がした。だが、プレイオフでは、初戦でテネシータイタンズ2にインターセプトを喫して敗れた。プロボールでは最年少でスタートした q b となった。満場一致で2019年シーズン最優秀選手に選ばれた。2020年2年連続でランが1000ヤードを超えた。チームはプレイオフに進出した。プレーオフでは、 初戦は勝利したものの、2戦目のビルズ戦では101ヤードのインターセプトタッチダウンを喫した後、試合途中で脳震盪で退場し敗れた。レギュラーシーズンポストシーズン。ありがとうございます。